デハビランドゴブリンゴブリン2の切断展示デハビランドゴブリンは当初ハルフォード H-1 と称されたフランク・ハルフォード設計による初期のターボジェットエンジンである。デハビランドが製造したゴブリンはイギリスの航空機用ジェットエンジンとしては2番目でありガスタービンの認定試験に合格した最初のエンジンであった。 ゴブリンはまずデハビランドヴァンパイアに使用され、続いて P-80 シューティングスターにも搭載されることとなっていたが、生産の遅れから量産機にはロールスロイスダーウェントが採用された。その他、サーブ 21R、フィアット G80、デハビランドスワローにもゴブリンが採用された。その後、ゴブリンは拡大版であるデハビランドゴーストと進化、 したが、モデルナンバーはゴブリンから継続して使用された。エンジンは、フランクハル・フォードが1941年4月にロンドンに設立したコンサルティング会社の設計によるものであった。基本設計は、フランク・ホイットルの延伸圧縮型によるもので、圧縮した空気を16の独立した燃焼機に提供し、その燃焼ガスが一段の軸流型タービンを駆動した。 ホイットルのものと比べると H-1 は入り口部を前面に持つ片側圧縮型で燃焼室からの燃焼ガスは直接タービンに当たる直線式であった。他方、ホイットルの設計では全長を短くするために反転式燃焼室を採用し燃焼ガスはエンジン中央までパイプにより折り曲げられて導かれていた。ハルフォードのこの簡略化により 主要なベアリングを一箇所取り除くことができた。しかしながら折り曲げ、デザインを採用しなかったにもかかわらず、エンジンは非常にコンパクトに設計されていた。H-1 の最初の試運転は1942年4月13日に行われたが、2ヶ月の間に熟成され、予定の推力を発揮した。 グロスター・ミーティアに搭載しての初飛行は1943年3月5日に実施され、9月26日にはデハビランド・ヴァンパイアに搭載され飛行試験が行われた。ちょうどその頃、デハビランドはハル・フォードの会社を買収し、彼をデハビランド発動機の会長に据えた。これにより、H-1 はゴブリン、新設計の H-2 はゴーストと名称が変更された。 1943年7月2機あった H-1 のうち1機がアメリカに送られた。そこで P-80 シューティングスターに搭載されることに選定された。このエンジンは試作機に装備され、1944年1月9日に初飛行が実施された。このエンジンは地上試験で事故を起こし破壊されてしまったため、英国に残っていた1機が、 バンパイアから取り外され、送られた。アリス・チャルマーズ社が、アメリカでのエンジン製造会社に選ばれ、J36 の名称が与えられたが、生産開始は遅れてしまった。このため、ゼネラルエレクトリックが開発したアリソン J33 が、I-40 を出したとして P-80、試作機に搭載された。完全なゴブリンエンジンゴブリンを搭載して飛行する。 DH-108 スワローゴブリンはいくつかの航空博物館に展示されている。2009年7月時点で2機ゴブリンエンジン搭載バンパイアが飛行可能として登録されている。一般的特性構成要素性能出展、スミス。ありがとうございます。